6段により沖縄空手道の開拓がなされた。城島とその師は本部その領に三星流の方。勝負館館長与那嶺康介六段であります。 左手分解の方の演武をいたしておりますのが同じく衝撃に耐えられるかそれを試してみたいと思います。 演武者、与那嶺、セメント瓦8枚、聖剣で当てます。